はてさて、今日皆様とお目にかかるのも何かのご縁、ミルクガナッシーの引き合わせかと存じます。この度の私どもを飛んだり跳ねたり、もしも皆様気に召さぬとあらば、こうおぼしません。ちょいと夏の夜のうたたねに垣間見た夢幻に過ぎないと、我ら一同かなり安全、往年満作、商売繁盛、子孫繁栄、往来万代、万々歳。皆様のあらゆる幸福が花咲き実るようお祈りいたします。そしてまたいつかお会いできれば、これ幸いやれ、おめでたいやなんかこの映画って、本当になんかね、キジムとかマジムとかになんか守られてるのかなと思ってて、実は撮影中に女性のスタッフ2人が島の青年と恋に落ちて2組結婚したんです。1組はもうおめでたで、お腹を切って、あと東京でこの映画を配給してる人が今度8月に結婚するらしかったり、この映画を配給制作した会社の人が今度おめでたかったり、なんかいろいろこうそういうおめでたいことが波及しているみたいなので、ぜひ皆さんにもなんかそういうおめでたい、お幸せなことがいろいろ伝わればいいなというふうに思っております。